京都市西京区の町名。本校京都市西京区の町名では、道区内に存在する交渉町名を一覧化すると、共に、その成立時期、成立過程等について外説する。京都市街地の西南方、桂川の右岸に位置する。周囲を、右京区、南区、京都府向こう市、京都府長岡京市、大阪府島本町、大阪府高槻市。 京都府亀岡市に接する。面積59.20平方キロメートル。2009年3月現在の推計人口は約15万3千人。観光地として名高い嵐山、松尾大社のある松尾地区、桂離宮のある桂地区、勝持寺、花の寺や大原の神社がある大原の地区は遠くに属する。他にも苔寺として知られる西宝寺。 西国府田所の前方寺などの著名社寺が多い。落成ニュータウンも遠くに位置する。西端の戸の旗、出杯、いずりは、地区は、大阪府と接している。東区は、元右京区の一部であり、昭和51年、1976年に、桂川右岸の地域が分布して成立したものである。区の北部から、東部は、昭和6年、1931年。 当時の右京区に編入された旧華殿郡の松尾村、葛村、川岡村の区域である。区の南部から西部は元のお徳二群大江村と同郡大原の村で、前者は昭和二十五年、九百五十年、後者は昭和三十四年、百五十九年、当時の右京区に編入されている。京都市内の町名には大原来号院町のように旧村名。 旧王あざなに由来する地名、上記例の場合は、大原を鑑賞するものと、亀屋町、菊屋町のような単独町名とがあるが、西京区内の町名はごく一部の例外を除いて、旧王あざななどの地区名を冠した複合町名である。区内の交渉町名の数は、角川日本地名大辞典26京都府、下官によれば1980年現在276町であった。 その後、一部地区で、土地区画整理事業実施等に伴う、町名町会の変更があり、16町が新たに起立、6町が廃止されて、2009年現在は286町となっている、大江北区塚家町1町目から7町目のように、町名を有するものは全体を1町と数える。区内には、嵐山南小大山、五両、南谷のように、末尾に、 町地をさない町名が一部に存在する。これらは山間部などで昭和六年の町名成立時において当該区域内に人家が存在しなかったのである。旧葛野郡松尾村は昭和六年1931年京都市に編入され当時の右京区の一部となった。松尾村には嵐山、松室、松尾谷、下山田、五両の五つの大技があった。 このうち、大和嵐山、旧、上山田村は、昭和六年、嵐山を干渉する二十町に編成された。その後、昭和二十年、1945年頃に、宮町、昭和二十六年、1951年に、国蔵山町が成立し、現在は二十二町となっている。大和松室は、昭和六年、松室を干渉する十三町に編成された。 大技松尾谷は、昭和6年代部分が、松尾を干渉する旧町に編成され、残余は、右京区大技松尾谷となった。昭和17年、松尾代理町が成立。昭和40年、1965年、当時の京都市内各所に残存していた、大技寺、XX の区域はすべて、町となり、XX 町と解消された。この際、 大技松尾谷として存続していた区域は、松尾谷松尾山町となった。以上により、現在は、松尾を干渉する町名が10、松尾谷を干渉する町名が1となっている。大技下山田は、昭和6年代部分が、山田を干渉する29町に編成され、残余は、右京区大技下山田となった。昭和40年、1965年、 当時の京都市内各所に残存していた、大和寺、XX の区域はすべ、町となり、XX 町と改称された。この際、大技下山田として存続していた区域は、下山田上園成町、下山田下園成町、下山田町塚町、下山田寺倉山,山町、山田嵐山町となった。以上により、現在は、山田を干渉する町名が十。 下山田を干渉する町名が四となっている。大和五稜は、昭和六年、五稜を干渉する十六町に編成された。桂坂ニュータウン開発に伴い、昭和六十一年、五稜北大枝山町、五稜大江山町一町目から六町目、五稜峰木道町一町目から三町目が成立し、十九町となっている、町名を有するものは全体を一町と数える。なお、 西京区の御両は御両と読むが、山品区の御両は三笹と読む。上記のほか、平成15年2003年には御両地区と山田地区にまたがって、新町名、京都大学桂が起立されている。旧葛の郡桂村は、昭和6年京都市に編入され、当時の右京区の一部となった。桂村には下、も上桂、千代元。 特大寺、神野の5つの大技があった。このうち、大技氏も桂は、昭和6年、桂を鑑賞する16町に編成された。大技神桂は、昭和6年、神桂を鑑賞する15町に編成された。大技、千代源は、昭和6年、桂を鑑賞する5町、千代原町、唐町、牛虎町、辰見町,町、羊猿町に編成された。 大技特大寺は、昭和六年、桂を干渉する五町、川田町、あと水町、旗田町、大縄町、特大寺町及び特大寺清水町、桂の干渉なしの計六町に編成された。大技上野は、昭和六年、桂上野を干渉する八町に編成された。その後、土地区画整理事業実施等に伴う以下のような町名町会の変更があり、 カツラを干渉する町名は三十カツラ上野を干渉する町名は八、上カツラを干渉する町名は十五、計五十六となっている。旧クの郡、川岡村は昭和六年、1931年京都市に編入され、当時の右京区の一部となった。川岡村には牛毛勢、下津林、川島、片木原の四つの大技があった。このうち、 大和牛毛寺は、昭和6年、牛毛寺を干渉する20町に編成された。その後、土地区画整理事業実施に伴う以下のような、町名町会の変更があり、牛毛寺を干渉する町名は、計15となっている。大和下津林は、昭和6年、下津林を干渉する12町に編成された。その後、土地区画整理事業実施に伴う以下のような、 町名町会の変更があり、下津林を鑑賞する町名は、計な7となっている。なお、下津林番城、昭和六年成立と、下津林番城町、平成三年成立は、共に存続している。大和川島は、昭和六年、川島を鑑賞する十六町に編成された。その後、以下の町名新設があり、川島を鑑賞する町名は、 計二十一となっている。大技柏原は、昭和六年、柏原を干渉する四十七町に編成された。お徳くに大江村は、明治二十二年、1889年に、靴掛け村、塚原村及び長野新田村が合併して成立し、旧村名は、大技名になった。昭和十五年、1950年の京都右京区、当時編入に際して、 大和ざく家は、大江だくつ町に、大和塚原は大江だつ原町及び大江だ中山町に、大和塚原、編入後大江だ中山町を挟んで東西に、分かれていた大長野神殿は、岡神殿、旧くずの郡岡村枝号及び戦場、神殿が、大えだ西町町に、長野神殿が、大江だ東町町になった。小児名はすべて廃して、万地制に変えられた。 その後ラックニュータウン、桂坂ニュータウンの開発に伴い、以下の町名が新設され、大枝を鑑賞する町名は、軽重となっている、町名を有するものは全体を一丁と数える。旧おとくに軍大原の村は、昭和三十四年、1959年京都市に編入され、当時の右京区の一部となった。大原の村には、大原の岩見上里、上場、灰方、 腰を、石作、手配、いずりは、との旗の八の大技があった。このうち、大技大原のは、大原の北春日町、大原の南春日町の二町に、大技、岩見上里は、大原の岩見町、大原の上里上の町、大原の上里下の町の三町に編成された。残余の六大技は、それぞれ大原の上は町、大原の生え方町、大原の小塩町、 大原の石作町、大原の泉派町、大原の戸の旗町となった。その後落成ニュータウン等の宅地開発に伴い、以下の町名が新設され、大原のを鑑賞する町名は、軽重となっている、町名を有するものは全体を一町と数える。山田鈴木、美、山田林、山田孝雄、下山天寺倉山町、山田嵐山町以上は地図に見えない。 角川日本地名大辞典26京都府では山間部に位置する無人町とする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。